はい、AKB48 チームエイト愛媛県代表チーム42の高岡薫です。よろしくお願いします。はい、今日もショールームやりますよ。よいしょ。さあ、今日はオンラインお話、今日もオンラインお話し会でございます。今日はね、オンラインお話し会がちょっと夜なのでお昼に配信をします。さてと、今日は何の話をしていこうかな。今日外暑いんだ。もう私ね、まだ一歩も外に出てないのでわからないんですけど、そう。ちょっと待って、あまりにも口に色がない。リップ塗りました。今日何のお話しようかね。どうしようか。みんな今日何時に起きました？じゃあちょっとその質問の答えをちょっと待ってる間、私目薬入れる。また急にもね、ずっと大体何でかショールーム中に大体目薬を思い出す。でも目薬どこ？この中だっけ？やばい、目薬をどこに置いたか忘れちゃった。あー、目薬どこにあったっけ？忘れちゃった。まあ後でいいか。諦め。あ、思い出した、思い出した、思い出した。そうだ、鬼太郎のエコバッグに入れたまんまだった気がする。リンゴ。よいしょ。今日日曜日だよね。今日日曜日だけど、やっぱお仕事の人とかいらっしゃるんでしょうか。7時ぐらい、5時、7時、あ、結構7時が多い。私7時14分ぐらいに起きました。だからみんなと一緒ぐらいだね。
今日お仕事ある方とかいらっしゃいますか？みんなお休みかな？どうなんだろう。こんにちは。ご飯、朝ご飯はもうね、食べ終わってます。そう、もう8時ぐらいに食べました。8時は嘘だな、8時半ぐらいですね。そう、ほうじ茶ラテ飲んだ？飲んでない。あれ、スタバのやつか。私スタバは基本的に行かないんですよ。そう、なんかユーナが755でよくほうじ茶ラテの話してる気がする。でもまあ、そもそもね、もうラテってなんだろうね。なんかよく名前は聞くけどさ、もうラテとかを飲んだことがないから。そう、基本的に飲み物はお水しか飲まないからさ。うん、そう、まあ紅茶はね、たまに飲みますけど。そうそう、蜂蜜と生姜入れてね、紅茶は飲むことはあるけど、それ以外ではもう基本的に水ですね、私は。あんま甘い飲み物は飲まない。逆に私、甘い飲み物飲むタイミングっていつなんだろう。今だともうない気がする、あんまり。あ、でも最後に飲んだのはあれだわ、アルコールの入ってないカクテルを自分で作って、あ、なんかあの過去に、まあ過去ってでも今年の6月ぐらいに、まあそのちょっとある企画で自分でラテじゃないわ、自分でカクテルを考案してそれを出しますみたいな、そういうことがあって、で私カクテルのこと何も知らないけど作ったんですよ。そう、ノンアルコールの。そうで、もうそれがもう私はオレンジジュースにシロップにシロップだったから、めっちゃ甘い飲み物になって、それをちょっといただいた時ぐらいですね。まあでも美味しかったんだけどね。そう、すごい甘かったまあそりゃそうだろうなっていう感じなんだけどね、今思うと。ピザ食べるとき飲み物は何飲みますか？水。でも基本的にピザ食べないや。うん、なんか食べ物によって飲み物を変えるってことはほとんどないです、私は。ていうかない、もう基本的に水でも。ご飯食べるとき飲まないですね、飲み物は。あんまり、一応ご飯食べ終わって30分ぐらいしてから飲む、水は。そう、なんかよくやっぱその
この食べ物に合わせる飲み物なんですかって聞かれるけど、いや私食べ物で飲み物買えないしなって思って、うん、まあ基本的に飲むのが水だからなんですけど、そう、そう、私はもう食べ物で飲み物を変えたりしません。そう、基本的に水ですね。まあでも結構割とこういう質問で来る食べ物って普段そんな食べないものなんだよなとか思いながら、そういるんですけど、そう、激辛料理食べられません。私辛いもの苦手なんです。苦手、まあものによるけどね、なんかある程度の辛さだったらちょっとは食べられるようになったけど、あんまり激辛料理はね食べられません。私は本当はもともと辛いの苦手だったから、いや今でも苦手ですけど、そう、まあある程度の辛いものだったら食べられるけど、まあ好んで食べたいかって言われるとそんなかなっていう感じですけどね。そう、意外だねって初めて言われた。うん、そうなんだ。あ、でも私基本的に味はね薄めが好きだね。うん、まあ甘いものも好きですし、もちろん濃い味のものも好きだけど、割と味は薄めが好きかも。薄め？さっぱり？さっぱり系が好きなのかな。最近はね和食が割と好きですね。でもたまにやっぱ中華料理食べたくなるなって思います。そう、こんにちは。みんなはまあ洋食和食、今思ったんだけどさ、洋食ってまあでも洋食とイタリアンって違うよね。一緒？一緒のくくりなのかな。今思ったんだけど、まあイタリアン、まあ微妙だな、どうなんだろうか。洋食の中のイタリアンかな。
違うか。よし、調べてみよう。こういう時はね、調べるのが一番なんです。洋食はざっと言うと西洋料理。ん？待って、でも洋食と西洋料理との違いとかって。西洋料理とはフランス料理やイタリア料理のことで、洋食は日本独自の西洋風料理だそうです。とんかつはでも洋食なんか？私和食だと思ってたんだけど。いやでも違うか。パエリアはね、イタリアじゃなくてスペイン。あれ違うわ。あれ、でもパエリアはスペイン料理じゃなかったっけ。そんなイメージあったけど。だってさ、私も知らなかった。だから西洋料理やるから、洋食と西洋料理じゃない、洋食とイタリアはまた別だと思ってたよ。そう、なんかとんかつ和食だと思ってたよ。やっぱひらがなだからなのかな。そうそうそう。やけん、カレー、コロッケ、とんかつなど欧米諸国の食文化をそのまま受け入れたわけではなく、日本人の口に合うようにアレンジした料理が洋食と呼ばれてる。じゃあナポリタンもそうってことじゃない？でも洋食はすんごい広い意味で捉えると西洋料理も含まれるらしいけど、まあそれはよくわからんね。だってあれ、ナポリタンってさ、日本で作られたものなんですよね。私昔は知らなかったけど。そう、いや、魚料理だけでは洋食になるかどうかは分かんないと思う。あの、多分作り方によるんじゃないかな。カルパッチョとかだと違うと思うんだけど、あの、だって塩焼きは完全に和食じゃん。だから魚料理だけじゃちょっとあれだよね。多分もっと詳しい料理名とかで変わってくると思う。まあそれは多分分かってるか。そう、確かに焼肉って何料理なんだろう。そもそも焼肉って何料理とかっていうのか。でも焼肉起源って調べた方がいいな。え、わかんない、ちょっと。ちょっと焼肉の起源はわからないね。コロッケは洋食らしい。そう、そうね、アレンジ西洋料理が和食、洋食っていう風に私の調べたのには書いてあった。なんか日本起源、日本っていうのと韓国っていうのがあるから、ちょっとね、焼肉はわからないですね。やっぱまあそういう起源ってね、なんかちゃんと決まってるわけじゃないからね。そう、いや、やっぱでもなんかふとさ、和食、洋食で他にイタリアンとかいろいろあるから、あれ洋食とイタリアン
ってあれなのかなみたいな、なんか洋食の中のイタリアンなのかそれとも全く別のものなんかちょっとわからんかったけんね。いや、ハンバーグは洋食よ。なんでなんかこの料理はなんか何の料理なのか気になる方はぜひ自分で調べてみてください。そう。すごい今見たらこの iPad めちゃめちゃあのタブがある。何個あるんだ、タブありすぎじゃない、もう絶対これ見んだろっていうタブがいっぱいあるからちょっと消すわ。いや私めっちゃねそういうの溜めちゃうタイプなんだよね、タブ。そう、皆さんそれで言うとなんか何どこの国の料理が好きとかありますか？中華料理でも中国生まれではなく日本生まれの料理が、あなんか私も一応昔調べたら中国料理が本場の料理で中華料理は日本人の好みの味付けにされてるものが中華料理っていうな、まあ、違いなんか、まあでもねあんまねなん難しいね、そうっていう違いはあるらしいけどね。なんかそれで中華料理と中国料理に間違えてなんかすごい言われるってことはあんまりないとは思うけどね。そうけどなんか一応そういう違いあるんだって思いましたね私は。そう、結構その中国料理になると多分なんなの味付けがだいぶまあそりゃ日本人の好みに味付けされてるのが中華料理みたいだからだいぶ違うんだろうなとは思うけど、どうなんだろうね。みんなあるのかな、なんかイタリアンが好きとかフレンチが好きとかってありますかね。みんな私あるかな、あんまないかもな。まあイタリアン好きだし、でもフレンチはあんまね食べないからねそもそも。そうパスタは好き、わかる。あんま食べないけどやっぱ私麺類は好きです、すごい。
結局どれも好き。まあそれはあるよね。そう、美味しかったらね好きですよ。そう、まあ、でも最近はちょっとやっぱ和食がちょっと偏ってる、偏ってるって言い方変ですけど、そう、あんま、そうだな、まあ割と和食のメニューを頼むことが多いですね。そう、焼き魚ばっかですけど、大体でも完全に昔洋食だったからね、本当に。料理屋さんが好き。わ、知らない。っていうか、私ちゃんと御徒町ってこれ読めるようになったのがねすごいと思う。ま、昔さ、まだその、まあ、御徒町って山手線じゃない？で、昔まだ山手線初心者だった時、そうに、これなんて読むんだろうってずっと思ってて、そう。そんな私が御徒町って読めるようになったら、多分どうなんだろう、あんま東京に行ってない私の友達って読めないんじゃないかな。でも御徒町ってあんま読めなくない？これ、わかんないけどさ。そう、どうして御徒町って言うんだろうね。でもなんかありますよね、なんかその漢字のもともとその、まあ、漢字一文字一文字のもともとの読み方から取ったんじゃなくて、なんかその字面というか、それでその意味からつけられるものとかあるじゃん。小鳥が遊ぶで高梨みたいな。そう、あれって あの小さい鳥が、まあ、大きい鳥が周りにいなくて狙われないから、あのすごい遊って意味で鷹がいないで高梨みたいな。わか、うん、あ、そんな感じのありますよね。他に何があったか忘れたけど、馬を使えない下級武士が住む町が御徒町。へえ。でもさ、御徒ってどっから来たんだろうか。あんまり私もその歴史のことをすごい知ってるわけじゃないからさ、多分それ知ってるったりとか、それを知ったら多分意味がわかるんでしょうね。そう。マサキをマサキって読んだら愛媛県民、松前って読んだら北海道民。ほうほうほう、松前っていうとこが北海道にはあるんだね。そう、確かに愛媛にはマサキありますからね。あ、下級武士のことがおかちなん、これでもそれおかちって読むんですか。そもそもそれで合ってんのかな。あ、でも一応出てくる。まあでも確かにマサキってあんま読めないか。あ、これで価値って読むんじゃ。はえー、まあだって、まあ私は愛媛県民だからさ、知ってるけど。そう、
そう、私は愛媛県民だから読めるけど、そうか、知らなく、最初は初め知らなかったらね、まさきって読めないか、よく考えたら。ね。なんか他にあります？なんか皆さんその、まあ、愛媛に来たことがある方で、そのなんか愛媛県のこの地名読めなかったみたいな、逆に私も読めないやつあるかもしんないけどさ、冷や汗なんかありますかね。今治とかってみんな読めたんかな最初。あー確かに。確かにニューガーも読める人限られてるかもしんないね。そう、なんかまあ私はさ、結構なんだろう、ニューガーは知ってたけど、あの JR 四国とかのよく乗ってたから、割とそう、結構お仕事で、中国四国エリアでお仕事するときは基本的に電車移動だったから、そういうときは乗ってて、だいたいニューガーも通ってたからさ。へえ、壬生川って京都あるんじゃ。それは知らんかった。あとあるかな。難しい読み方の、愛媛で難しい読み方。本当に私も知らないのもあるけどさ、そうそう、多分絶対あると思うからさ。ああ、用語？なんか私最初用語だと思ったら、いや、淀だよって言われたけど、用語だよね。なんか、え、違う？用語だよね。なんか淀って、あれ？それとも私の勘違い？どっち？わかんない。でも多分用語で合ってると思うんだけどな。誰かに、それとも反対だった？私が淀って言って、いや、用語だよって言われたんか。私が用語って言って、いや、淀だよって言われたんか。わかんないんだけど、用語だよね。でもなんか淀だよって言われたことあって、あれって思いながら、私の勘違いかもしれないけどね。そう、
養護にある学校が淀なんだ。学校までは知らなかったからな、さすがに。なるほどね、友情と。どうなんだろう、あとあるかね、なんか皆さんがなんか愛媛に来てこの絵ってなんて読むんやって思ったやつありますかね。なんかまあいろいろあると思うんですけど、そう、あ、でも私もそのやっぱ東京に来て御徒町は分かんなかったし、あと何が分かんなかった、でもあれがあれも分かんなかった、いまだに合ってんのかたまに分かんなくなる。待って、合ってるよね、そう、あ、雑司ヶ谷か、よかった、そう、雑司ヶ谷駅あるじゃん、で私あのちょうどさその近くにあの中浜万次郎さんのお墓があったからさ、そう、その時に通ったんだけど、これって最初なん、そう、なんていうのか本当に分かんなくて、そう、親にこれってなんて読むんだろう、こうやって読むのかなって言ったら違うよって言われて、めっちゃ恥ずかしい思いしたことを覚えてます。そう、なんか漢字自体は難しくはないんだけど、いや読めないよって思いながら、そうそう、でもやっぱねありますよね、どこでも、あのそこに住んでないとちょっと最初見た時ん、なん、これなんて読むんだちょっと分かんなくなるね、その読み方漢字ってねありますよね。ね、まあ地名もねなかなかいろいろありますからね、そうそう、
確かに読めない漢字ほどね、多分意味があるからさ、調べたらなるほどってなりますよね。それがまた面白いんだよね。そういえばもうちょっとでお昼ですけど、皆さんお昼ご飯何食べるか決めてます？私はお魚、大体お昼はお魚食べてます。私はそう、オムライス赤飯、やばい、ご飯物が2つ並んだやばい、ご飯物が2つ並びましたよ。どうしようどうしよう。いや、いいんだけどね。オクラとズッキーニ、いいね。オクラとズッキーニはなんか味をつけて食べるんですかね。お昼ご飯決めてください。へえ、なんかなんだ、どのぐらい食べる時間があるかにもよる。朝ごはんが遅かったので食べないです。あー、確かに朝ごはんがね、あんまり遅すぎるとあれだから、果物ぐらい食べたら、果物とかちょっとペット食べるのもありだと思うけどね。あ、親子丼食べる、いいね。焼肉、ゴーヤの肉詰め、え、ゴーヤの肉詰めは知らない。あれかな、中身と、いや、まあ肉詰めだからそりゃ中身取ってお肉を入れるんだろうけど、そっか、ピーマンの肉詰めとかはよく聞くけど、ゴーヤの肉詰めは初めて聞きましたね。あ、焼きうどんいいね。私サバ食べます。大体さ、休日の昼サバ食べてる気がする、私。そう、焼きうどんいいね。最近焼きうどん食べてないからちょっと食べたくなる。焼きそばも食べてないから。ソース焼きそばはよく食べるけど、あんま塩焼きそばって食べないよね。私は食べないんだけど、あんまり、なんか一応焼きそばだったらソース焼きそばみたいになるからね。あの、その私の中ではソース焼きそばがよく出てくるから。そう、あ、こんにちは、やっほー。なんかね、他になんかみんなおすすめの、あの塩や魚の、あの、あんまりそのなんて言うんだろうか、私よくお魚はサバと、よくなんか切り身で売ってるから買って食べるのはサバとタイと鮭とたまにシシャモ、まあ切り身じゃないけどシシャモは、とかサワラとかタラなんですけど、なんかそれ以外でおすすめの魚ありますか？なんか他の魚も食べたいなって。もでもブリはあんまり食べないんだよね。そう、ヒラメ、サンマ、サンマもいいね。そう、もう私基本的に焼くだけですね。そうそう、そう、なんか割と比較的に手に入りやすいやつで、他になんかいいのないかなって思って。なんか結構サバもさ、切り身で売ってるやつ あったら、なんかもうめっちゃ大きいので売ってるやつあるじゃん。なんかちょうどいい大きさのがいいんだよなみたいな、なんか 100g 単位ぐらいで売ってるやつがいいんだよなって思って、そうちょっと大きいんだよなって思いながら。そう、だからホッケ、それホッケでいいんだよね。あの、まあイントネーション違うよって言われたらもうごめんなさいなんだけど、もう結構大きいからさ、うわ、これ一人で一食分食べるのきついなって思ったんだけどさ、普通に切り分ければいいのかって一瞬今思いました。そう、でも美味しいよね。私もたまに食べるんだけどさ、
アジは確かにあんまり食べないや。でもアジって美味しいよね。そう、ホッケって大きいんですよね、すごい。そうなんですよ。でもあんま自分で食べるってことはないね。なんか出てきて食べて美味しいっていうことはあるけど。生魚かな、干物ではなくてね。そう、イワシもあんま食べないかも。でもあんまイワシ見かけない気がするんだよ。あー、アナゴね。アナゴ美味しいよね。でもアナゴってあんまりスーパーで見かけないな。なんかさ、イカさ、もうそのままで売ってることあるじゃん。なんか結構さ、もう茹でてあるイカとか売ってるけどさ、もう何も下処理とかも全然されてない、もうそのままのイカで売ってるじゃん。あれを一回ね、なんかあの下処理とか全部自分でやってみたいなとか思うけど、ちょっとね、なかなかね手を出せずにいる。タチウオはあんま食べないね。あ、でもカレイはたまに食べます。そうそう、たまにだけど。本当にまあ、確かに骨が多いとね、難しいですよ。私も結構焼き魚は好きだけど、骨を取るのに結構なんかめっちゃ必死になるから、あんまりなんか食べた気にならないんだよなってたまに思うことがあります。そうそうそう。な、切り身だとさ、切り身って言ってもあれだけど、もう結構骨そんなにないからさ、食べやすいけどさ、特にサンマとかになると、あー骨頑張るぞーってなるからね。アユはね、一回だけ食べたことあるけど、あ、美味しかったんですけど、あんま食べることないんだよね。そう。なんかもうちょっとその普段から食べられる、その普通普段からっていうか、普段食べる魚の種類をもうちょっと増やしたいなって思って。結構もうなんかルーティーンというか、もうなんかだいたい鮭かサワラかタイみたいな感じだからさ、もうちょっと種類を2種類ぐらい増やしたいなって思って。そう、で休日サバみたいな。銀鮭いいよね。まあ紅鮭も銀鮭も一応どっちも食べる。でもまあ銀鮭の方が多い。銀鮭って私めっちゃ言ってるけど、銀鮭なのかな。やべ、ちょっとゲシュタルト崩壊ちょ、軽くゲシュタルト崩壊今起こった。サメは食べたことないね。
そうね、あんまさ、なんかこの魚めっちゃ珍しいねみたいな、そんなにすごい食べたことあんまないかもですね。うん、サメとか、ちょっとサメしか思いつかんかったけど。まあでももうちょっとでお昼ご飯なのでね、皆さんもちゃんとお昼を食べましょうね。はい、というわけでさ、今日はここら辺で終わりにしたいと思いますので、じゃあランキングをね読んでいきます。13位から。13位が HHHH さん、全部読めたかな。12位がモノサルさん。11位奥に鉄はまだか。10位警備員さん。おお。9位関西エイト推しさん。8位ベジータアルファさん。7位トシくんさん。6位カラスのカーコさん。5位飯田ひろゆきさん。4位ルミツさん。3位 TKSK G さん。2位玉国さん。1位がはやちゃんさんでした。はい、というわけでじゃあ本日はオンラインお話し会があるので、あのお話し会来てくださる方は楽しみましょう。またね、明日も配信するのでぜひ見てくださったら嬉しいです。それでは今日も見てくださってありがとうございました。また明日。またね、ありがとうございました。